チャンネル、ということで今日はこれからなおちゃんをね迎えに行きたいと思います。ちょっとしたサプライズをね、もう夜だからちょっと暗いですけど、雪ちょっとやんできたんで、何かっていうと、先日なおちゃん誕生日でした。なんでちょっとサプライズでちょっとなおちゃんを祝って驚かしたいと思います。ここは札幌の某地下鉄でございます。では、なおちゃん迎えに行きたいと思います。本当のなおチャンネルスタート。さあまずはなおちゃんを探しに行きます。あ、いました。さあ行きますよ。そうです。普通に今もう撮ってるからね。そう。普通に知らなかったわ今。タイトルゴールまずいいですか。ああ、そうですね。はい、なおチャンネル。ちょっと出ましょうか。さあさあさあ、それでは。今めっちゃ素だったから。ね、どっち？じゃあ隅川の駅初めてなのよ。そうなんですよ。実はここは隅川駅でございまして、うん、今日なおちゃんに。私から出す指令は、はい、隅川駅から、はい、私が12月23日にオープンするカレー屋さん、23決まったのね。23なんですよ、はい、そこまでの道のりを案内していただきたいと思います。来たことないんだよ、だって。いや、まあ、僕ちゃんと誘導しますんで、はい、でね、うん、僕隅川駅からだいたい女性が歩いて、はいはい、どれぐらいかかるか、よく徒歩駅から何分とかあるじゃないですか。はい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 、でも実際歩いてみたらもうちょっとかかったみたいなことありません？ある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 。なんでそれを今回、うん、はい、嘘偽りなく実際ちょっと何分かかるかなおちゃんの足でね、はい、測ってみたいと思います。了解しました。それではちょっと、ね、責任重大ですね。責任ちょっと極力早歩きでお願いします。あまりにも遅かったらこれ店のイメージダウンですから ね、 ね、はい、ちょっと待ってくださいね。じゃあ今タイムウォッチ、ストップウォッチ出しますからね。はい、はい、時代だな。さあ出ました、はい、さあそれでは、はい、ここから、今日のなおチャンネルは、はい、隅川駅から12月23日に森合圭介がオープンする札幌赤カリー喫茶ついでにあそこ、その店舗まで何分かかるか実際に行ってみよう。行ってみよう。それではスタート。さあ歩きましょう。いやちょっと怖いな。人通りだけど。しかもね、これ結構暗いっていうね。そうなんだよね。もうちょっとまず隅川駅、今これ、うん、裏口の方かな。そうだね、ええ、ちょっと暗い方だね。そう、暗だ。あんまりうん、マイナスな言い方やめてもらえますか。うん。今度は今度はもうすぐ曲がります。はい、まあ、こちらね、ええ、要は裏通りの方に来ていただいて、はいはいはい、ね、表通りはいわゆる平岸街道っていう方ですね。大きな道、まだちょっと裏通り。ちょっと待って、すげー寒いんだけど。今ちょうどでもまだ病んだ方ですよこれ。本当、私ずっとさ、今日はちょっとヨドバシにいたからさ、すごい天気が分かんなくて普通の会話してますね。普通の会話してます。おっと、危ない、滑る。皆さん足元気をつけてください。さあ、ここは道路は渡らずに曲がりましょう。右に曲がります。隅川駅地下鉄をですね、はい、裏口から出て裏通りに入るとすぐ右に曲がります。ちょっとこの間ね、私誕生日だったの。あ、そうでしたっけ。いつですか。12月1日です。あ、まあ、多分これは可愛く撮れてる写真があるので、これちょっとアップしてもらいます。あ、これ出してもらいますか。はい、はいはいはい、すいませんね、何にも言われてなくて。本当、こんなに長く一緒に連れ添ってるのに、うん、すいません、すっかり忘れておりました。1日でしたか。そうでしたか。もうちゃんと髪の毛もアップし、はい、それこそほら、かつみさんのところでビューティープロジェクトで、あ、ビューティープロジェクトで髪を言ってもらい、そう、ドレスを着、あら、ゆららに着、じゃあもうさぞかしいろんな方に祝われたんでしょうね。いや、大した平日だったからね。悲しい。仕方がない。まあ、1日ってまた結構ね、めんどくさい日に生まれましたね。まあ、映画の日。映画の日。エイズデー。みんな、エイズデーなの、うん、そうだよ、12月1日エイズデーなんだよ。あ、そうなんだ。そう、エイズ撲滅運動キャンペーン12月1日ですから。あ、まあなんか、素晴らしい日に生まれましたね。そういう活動、啓発活動していかないと。
しないわ。しなきゃダメか。これ何？どこ？あ、結構なんかあれなんだね。そうなんですよ。実はですね、隅川駅の裏は意外とその飲み屋さん、ごん屋さん多いんですよ。これ昼間は結構にぎわってる感じなのかな。ちらっと落としますか。ね、結構ね、お昼っていうよりね、実は夜型の居酒屋さん多いですよ。そうなの？ね、いやなんか私もっとなんかなんつうの、ホワイトルミネーションとか見たかったな。すいませんね、今日あの僕のお店オープン近いんでちょっと。いやそうだよね。道案内してもね。ほら見て、こちら居酒屋があったりね、スナックとか焼肉屋さんもあるんですよ。あ、本当だ。意外と穴場。そうですそうです。だから隅川の地下鉄の裏は意外と穴場で飲食店が多いんですけど、僕の店はまだまだ先です。歩いていけるの？歩いていける、いける。まだまだなんて言っちゃダメ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 。いやでもほら、夏だとさ、ちょっとこう急ぎ足できるけど、まあそうなんですよね、冬場だからね、冬場なんで。ちょっとさあ、そして、はい、その飲食店街をちょっと抜けますと、こちらね、なんていうの、サンサロっていうの。そうだね、 T 字になってます。この信号をそのまままっすぐ渡って道なりに右斜め向かいますね。どっち？こっち？あ、右じゃないや、左だ。危ねえ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 。左だ。ちょっと今信号がね、赤なんでね。じゃあ、 あのセブンイレブンの方に行けばいいってこと？そうですね、場所で言いますと、こちらこのサンサロはちょうどあの T 字路はね、セブンイレブンのある T 字路ですね。まあ、この T 字路を、私一人来れるかな。来れますか？そんな難しくないですよ。まずはだから隅川の、今の時点で結構迷子だよ。嘘だよ。まだまっすぐ来ただけでしょ。いや私結構方向音痴だからね。バスガイドだけど方向音痴なんですよ。いやそれはダメだ。それはダメだ。いや基本後ろ向いてるからね。あ、そっか、右だ、逆になるか。そうなのそうなの、なんか全然わかんないんだよね。いやちょっと覚えてください。まずはもうおさらいしましょう。押してくださいって。すいません、押してませんでした。押しましょう。永遠に変わんないよ。押してすぐ変わるやつかな、もしかしてこれ。大丈夫かな。大丈夫かな。あ、全然まだだね。まずは隅川の地下鉄の駅を、裏口の方を出ていただきます。平岸街道じゃない方ね、じゃない方の裏の小道の飲食店街の方をまっすぐ出て右ですね、ずっと来るとこの T 字路に来ます。この T 字路ね、コンビニがありますね、不動産、賃貸仲介業者がありますね。何の目印もない。緑の看板。ね、こういうところがあります。いや、なかなか隅川歩かないからちょっと新鮮。まあそうですよね。僕も、まあ、あの昔ね、昔長く付き合った元カノがいたんでね。ああ、本当。この辺はよく来ましたけれど、まさかそんなね、思い出の地にね、カレー屋さんをオープンすることになると思いませんでしたよ。でもさ、一時期さ、新札幌の方にっていう話もあったでしょ。あ、そうです。いろいろね、やっぱこう、青になりました。そうそう、いろいろ場所は悩んだんですよ。街中でもいい物件があったんですけど、あったんですけど、ぼやぼやしてるうちに、他の業者に取られてしまい。本当だったの？そうですよね。10月1日オープン予定でしたからね。でももう、でも23日って決まったんですね。そうなんですよ。いや本当は22にしたんですけど、22はどうやら仏滅だっていう話を聞いて。いや、いいんじゃない。いや僕は気にしないんですけど、万が一例えば、なんていうの、その集客っていうの、売り上げが微妙だった場合、やっぱ仏滅にしたからかなっていう言い訳を作りたくないから。あ、なるほどね。それで何、次の日は大安吉日、確か大安だったんですよ。とも引きじゃなくて、とも引きだったかな。なんかでもいい日だったの。とも引きいい日じゃねえよ。いや、もう友を連れてくるみたいなね。あ、なるほどね。そうそうそう、お葬式的な意味ではなければね。なるほどなるほど。で23日は何もねえだろうと思って、23にしたら、まさかの友達のお店が、リニューアルオープンっていうね、かぶるっていう。マジで？で丸山の方にですね、老舗のドンパスタっていうスパゲッティ屋さんがあるんですよ。そこ、まあ友達が息子さんで、ちょっとあのお店が移転するってことになって、そのリニューアルオープンがなんと12月23日。でもここも美味しいから行ってあげて。ドンパスタ、ドンパスタ連れてってね、行ってください。もうさ、あんた言葉さ、連れて行こうとしないよね。いやいや、まあまあまあ、いずれね、まあ、むしろこのロケで入ってもいいですしね。あ、本当に本当にドンパスタのね、僕ね、何が美味しいってね、まあ
ナポリタンしか食べないんですけど。ナポリタン超うまかったの。ナポリタンか、私あんまりお店でナポリタン食べたことないかも。いやだからそうでしょ、うん、これ日本人、日本人というかまあ、うん、日本人ってやっぱ家庭のものじゃない、そのナポリタンって、うん、そうだよ ね、うん、だからあんまりこう外では、うん、例えば外ではちょっとおしゃれなボンゴレビアンコとか知ってる単語並べただけでしょ唯一知ってるパスタ、うん、そんなん頼みがちだけど、はいはい、意外や意外やっぱりこういうねお家で食べれるパスタだからこそ、うんうん、お家では作れないような作り方、こだわった作り方がやっぱナポリタンって結構多くて、なんか息切れしてるけど大丈夫だってもう私歩いてるもんさっきから あそっかそう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 ずっとね、いいじゃない、だってなんかジム通ってるって言ってるし、ああ正確にはジム契約しただけでまだ一度も行ってませんバカじゃないの、え、まだ歩くの、あのね、まだ歩くのかやめてほしいな言ってほしくないな、そういう方、じゃあ、ね、あ、結構いい運動、ああ、そうね、そうね、そうでしょ、うん、だからやっぱりこう、お腹を空かせてね、ああ、ああ、オッケーオッケー、美味しさ倍増的な、うんうんうん、さあ、先ほどのこの T 字路、三叉路を、はいはい、渡りましてから、はい、ちょっと斜め左に、はい、まだまっすぐ来ておりますね、特に目印今のところ自分でまだって言ってんじゃんなかなか、はいはい、なかなか長いね、なかなかね、いやこれ、ま、寒くなかったらいいんだよ ね、まあ、ねさっきでも吹雪いてたんですよちょうどよかった、本当、圭介頭寒いから本当にですよ、もういいの持ってきたのよ、あれ何ですか、今日ほら何それ、ポケモンだったから、あらピカチュウ、そう出していいのかなこれ、いやいい大丈夫いや今日はな、今日はポケモンの役をやってたんですか、まさかよあ、じゃあバケモン、うるさいわほら、いやでもね、あのちょっと話飛びますけど、先ほど私誕生日ですっていろいろ宣伝したら、もう皆さんからありがたい、たくさんのお言葉いただきました、ありがとうね、まあちょっとね、魅惑の女性になってくださいみたいなね、今日じゃあこうやってずっとただ歩いてるだけですから、この間間で喋りながら、はい、ちょっと画像とか差し込んでもらいましょうよね、いやそう、私の可愛い写真ね、どんな写真撮ったんですか、例えば、ゆららでね、ママとかれんちゃんとかと一緒に撮ったりとか、あ、いいですね、舞妓ママの写真見たいですねなそこかいあとはなんかお花たちと一緒に撮ったりとか、ね、あ、いいですね、いただいたお花があるので、やっぱ花とかもらったら女性って嬉しいもんですか、あ、うん、あれどうしたのいや、まあ、あの私ね、花粉症なんだよマジで、そうそう、だからがっつり花とかだと、ええ、あの花が、花、花がね、あ、そっちの花が、そうそうそう、あ、そう、ズルズルなのよ、だから例えばお店お花いっぱいになったら、ええ、一人だけずっと花噛んでるっていうあ、そうでした、小学校、あ、そうなんです、こちらね、学校もあります、今ね、ちょうど2つ目の信号渡りましたはいはい、まだまっすぐ来ておりますまだとか言うんじゃないよね、左手にはあのお弁当屋さんもございますね、こういう、はい、ソフトバンク、携帯屋さん、はいはい、こういうお店をどんどん越えて、はい、まだまだまっすぐ来ておりますよ、あ、でもこの辺も食べ物屋さんとかもあってね、まだこっちの方もね、今夜ですけど、はい、あの蕎麦屋さんもあったり、はいはいはい、で、分かりやすい目印がね、今目の前に、うん、あ、これはまだ映んないか、もういいかな、スーパー盛況がね見えてきまして、そうなんですよ、はいはいはい、もうあそこがね一つの目印です、はい、じゃああれが見えたら、ゴールは間近、そうですよ、もうすぐです、ありがたいことになんとかオープンを迎えることができそうでございます、いやちょっとおめでとう、ちょっとねこだわっておりましてね、うんうん、お名前も札幌赤カリー喫茶、はい、ついでにあそこ、うんうん、やらしい感じでしょ、いやいや違う、あ、違うの、だからね、うん、僕があそこって言うからやらしく聞こえるだけであってうんうん、うん、まあまあどこそこ行こうのあそこって意味ですよ、 あそこ行こうよって、そう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 、うんうん、もうあのわざわざ名前なんて覚えなくて結構ですと、はいはいはい、どっかのついでに、もうあなたのついでに寄ってくれたら、まああそこ行こうぐらいの気持ちでいいですからって意味で、はいはいはい、ついでにあそこですよ、あれあんまり響かねえよおかしいねこれなんだろう、なんかデスクが言うとなんか若干ね、え、それ本当にその名前っていう風に思うその名前、名前、でもずっとそれ言ってたもんね、その名前にするってね、 でちょっとあの赤カリーって面白くないです、はい、ああでもそうかもね、なかなか聞かないでしょ、はいはいはい、スープカリーとか聞くけどね、まあカリー自体はルーカレーなんですけど、はい、はい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 、いろいろカレーってやっぱ茶色とか黄色のイメージない？ああ、あるあるある、でしょう、うん、でちょっとホテルとかレストランで黒カリーっていうのも聞きません？あ、
でもそれちょっと高級なやつよね。そうなんです、なんかちょっとこう高級感があって、はい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 、すごく煮込んでありますみたいな黒カレー、はい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 、ってことは、ちょっと色で遊んでみるの面白いかなと思って、ついでにあそこ当店では、はい、当店では、当店ではかっこいい当店では赤カリーというのはですね、はい、なんと、はい、トマトとパプリカをふんだんに使用した赤色のカレーでございます。ちょっとこれね珍しいんですよ実は。結構ねあのインドカリーとかでね、赤カレーっていうのはあるはあるんですよ、赤っぽいカレー。辛そうに見える。そうなの。そうだよね。辛くてそして実はナンとかに合うのね。ナンとかに合う？ナン。あのパンみたいな。ああ、ナンね。そうそうそう。だから、はいはいはい、ご飯に合う辛いっていう意味ではない赤カレー。これね、なかなか調べてみてもなかったんですよ。でもさ、決して辛いの食べられないでしょ。そうなんですよ。だから決して辛くないんですよ。あ、じゃあ私でも食べれる？食べれます、食べれます。まあ、辛くもできますけども、はいはいはい、まあ、ノーマルは決して辛くはございません。楽しみだね。そうなんですよ。でもね、ちゃんとこう、なんていうの、トマトの味が強いかっていうと、トマトの味もちゃんとそれはするんですけど、コクもしっかりあって、単なるその、なんていうんですか、野菜の旨味が強いっていうカレーではなく、まるで味は黒カリーのようなコクがあるんですよ。3日煮込みます。ちょっと感動してよ、もっとそこいや、なんかすごいなと思うんだけど、食べないとわかんない。まあね、それは確かにね。そうだよ、食べさせてよ。まずはお店に着いてからですよ。まださあ、というわけでございまして、倉庫行ってるうちに、見えますかね、こちらスーパー盛況さんありますでしょ。ありますね。で、ここに横断歩道があるんです。はい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 、ここは渡りません。線ぐるっと回って、実は、ここ、あ、ここなの。そう、この横断歩道の盛況さんの横断歩道の真向かい。あ、すごい。見てください。どうぞどうぞ前に立っていただいて。これはデスケが立った方がいいじゃない。私ちょっと上げるよ。いやいや、いいですよ今日はもうね。すごい、電気ついてる。そうなんですよ、つけてきました。あ、じゃあこっから歩いて。そうですよ。さあ、ここね、実はね、まだ看板もできておりません。ねえ、ね、やっと着きましたよ。じゃあね、大丈夫？通報されない？それだけで大丈夫です。僕の店です。なんかすごいおしゃれ。はい、着きました。行きましょう。すごい。そんな感じ。まだね、だから本当ね、途中なんですよ。はい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 。あ、でもすごいじゃない。じゃあちょっとね、こっちからまあ見ていきますか。じゃあ、はいはいはい、見て、俺今作ってる途中なんですけど、ね、23日に間に合うんでしょうかね。何時だっけ。まあ、この収録日が、収録日が今、今日5ですね。間に合うの？どうでしょうか。マジ？間に合わせるしかないんですけど、ね、笑えるのがさ、このままだったら笑えるよね。さすがにそれはないな。すごい、でも木のいい匂いする。でしょ。これはね、こちらが、3名席、これ3名か、4名席、2名席、はい、でもまあね、これね、見ていただきたいのがね、ここのね、席の椅子は全部つながってるんで、いいね、いいね。ちょっとした例えば貸し切りのパーティーなんかもね、やろうと思ったらできるんですよ。お、やりたい。で、ほら、ここがまだね、飲み放題はいつだ。まだな、飲み放題、飲み放題まだ設定してないんだな。あ、なになにこれ。さあ、うん、ここまだ厨房機入る前の状態。うんうん、まだ入ってない。あ、てか忘れてた。なになに。時間。ああ、そうだそうだ。さあ、5分ぐらい前。さあ、停止。はい。まあ、間に、はい、信号を押し忘れそして今入ってからので、だいたい3分ぐらい引いたとして、ね、じゃあちょっとこれ発表してもらえますか。はい、では隅川駅から、ついでにあそこまで何分でした。一応定時は16分19秒だけど、はい、先ほど言った3分引くと13分ぐらい、まあそんなでもない、思ってたほどね。したらさ、10分ぐらいでいいんじゃない。そうね、10分って言っても、今日、まあ、ゆっくりもあったし ね、ええ、そうそうそう、だから徒歩10分です。徒歩10分ぐらい、あ、じゃあ近いっていうイメージね。まあそんな遠くまで、よかった。
ったわ。いやでも歩いてて寒かったから20分ぐらいかもしれない。20分ぐらい、そういうこと言わない、そういうこと。10分ぐらい。いや好きな人と歩いたら早いかもね。ああそうね、ごめんなさいね。そうでもない人ってね。えこれ何、ここ何なの。ここですか。ここはね、うん、まあ配膳台になりますね。下げたり出したり、はい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 、でまあ今ちょうどなおちゃんがなってるこの辺がレジになって、はい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 、でここカウンター席がずらーっと、うん、あーいいねいいね、6名からまあ詰めれば7名ぐらい入りますね、うんうんうん、すごーい、なんか本当にやるんだね。本当にやることになりましたね。いいなー。そっちは、えそっち、まあ、こっちはあのトイレとかスタッフルームがあって、トイレもまだ途中ですけどね。スタッフルームぜひ入ってみてください。何これ、あ、お花、え、何、何かありますか、え、お花、それちょっと、え、持ってきてもらえますか。ちょっと持ってきてもらえますか。どうしました、ちょっとそれ持って立ってもらえますか。ちょっとそれ持って立ってもらえますか。いきますよ、はい。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、下手くそか、ハッピーバースデーディアナオちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、そこいらなかった。ありがとうございます。うわ、なんかさっき花はちょっと強かった。本当にさ、あのさ、あのさあだよ。ごめんごめん、すごい嬉しいです。こっちはね、今日ね、昨日親知らず抜いてさ、歯痛い中今日ね、お笑いライブの司会をやってきて、あお疲れお疲れ、慌てて花屋さん行って花買ってきて、うん、先に店に来て電気つけてセッティングして、はいはいはい、地下鉄に向かいに行ってさあカメラ構えたら、誕生日の花は花粉症、うるせえよ。どんだけ走り回ったと思う。いやでもちゃんと分かってる。デースケ、何ですか、ピンクを主体にしてますね。ねえでしょう、ほら、はい、なおちゃんといえばピンクですよ。そうですよ、もう私といえばピンクですよ。これででも ね相当嬉しいです。まあ本当ですか、うん、よかった。今まで、ね、ないぐらいすげえ嬉しい。ちょっと泣きそうですもん。泣いてよ、もう泣かないけど。泣いたとしてもそれ花粉症でしょうよ。いやちょっと年で涙腺が弱いっていうのもあるんだけどね。あーでも本当にありがとう、いやいや、こちらこそ。僕もね、普段からお世話になってますし、はいはいはい、なんとね、次回は、再来週は今年の最後ですけど、ある意味本当丸1年ってことですか。そうか、そうですね、そういう記念の回でもありますから、まあ誕生日と1年、なおチャンネル1年記念も兼ねて、私今回、花粉症とは知らずに花をね、用意させていただきました。ちょっと待って、さっきの言わなきゃ。大丈夫大丈夫、多分ね、こういうの絶対カットしないで使われるから。絶対流されるから。いやでもすごい嬉しいです、本当にありがとうございます。いやいや、もうこちらこそ、もう今後も末永くね、ぜひぜひよろしくお願いします。カレー屋さんの方もできたら皆さんとね、いや本当に来ます。ええ、びっくりしたわ。というわけでございまして、まあ、はい、今日はね、なおチャンネルはこういった形で、はい、隅川駅から、はい、地下鉄隅川駅から、23日にオープンする札幌赤狩り喫茶、ついでにあそこまでの、はい、道のりを、はい、なおちゃんに、教えてもらうという口実で、実はなおちゃんのハッピーバースデーサプライズでございました。さあそれでは恒例のなおチャンネルで締めていただいて、はい、まあ、来週、再来週か、はい、再来週はまたどうしようかね、またちょっと考えておきましょうね、1周年記念みたいなもんですからね、はい、本当に大きくやりたいですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは締めていただきましょう、はい、今日の、なおチャンネルでございました。はい、っていうか、え、一個だけ、何、ずっと私しか映ってないからさ。大丈夫ないよ、大丈夫大丈夫大丈夫、ちゃんとね、本編見て、本編見たらわかるから。最初僕ね、隅川駅の前で一人で喋ってるから、うん、危ねえやつだよ、本当。了解。はい、じゃあ見ていただきましょう、はい、ぜひ皆さんもお楽しみください。はい、では最後になおチャンネル、ありがとうございます。また再来週。コマーシャル。
She is